<laughs> よろしくお願いいたします。ますそれでは、ここから参加していただきました。豊島さん、そして朝倉さんに、皆様には、ちょっとこれまでのいろんな経過であるとか、まあ、自己紹介がてら、はいはい、いただけますか？よろしくお願いいたします。はい ええー、私なのあそうそう先輩言いましたけどねこう見えてもね、はい、あのこれ言ってなかったんですけどね同い年なんです <laughs> そうですかそうなんです<え>、まあ、同い年で、ね、綺麗バージョンとそうでもないバージョン <laughs> いやいやいや,いやそんなこと誰も,も言ってませんよ <laughs> <も>しかも朝倉さんも実は大阪ご出身でいらっしゃるという梅宮なのでなんで素なんですか。はい あそうしたそしたらテレビでもうちょっとおもろいこと言わんといや,そ,、ね、いやそんな <laughs> すいませんあのお笑いの方じゃないんで<あ>お気を付けください <laughs> <laughs> 私は12年前ですからあの計算せんといてくださいね45の時発見されて46の誕生日の時に、えー、と手術して入院してたという、はい、それでその時からもう全摘を右を押して。うん その後もう一回右があの再発しまして、はい、でその後左に出てきておりまして、うん、左も全部取りましてで去年のお9月だからちょうど1年経ったんですけど両方の脇のリンパと胸の後ろの、えー、腫瘍を取りましてほんで今あのこうやって元気にやらせていただいておりますというこの経歴でございます。はい ですから <laughs> あの内容全然聞かなければ豊島さん、いつもあの放送を聞いてらっしゃる方もいらっしゃるかと思うんですが <laughs> 本当に元気なお姉さんでそういう意味ではいろんなあの乳がん患者さんの、まあ、目標といいますかこうありたいというか、えー、たくましく強く後をついていきますというあとはつこの生き方として <laughs> でも山先生も今大きくうなずいていらっしゃいました。そうですねあの本当にあの 先ほどベテランって、はい、<laughs> ベテランサバイバーとおっしゃってましたけど、はいはい、でもあのやはり受け止め方がすごくあの前向きにしてらっしゃるので、うん、ありがとうございます。すあのただねぼってねよく分かってなかったからかもしれないんです。まそれもでもやっぱりあの、はい、一つの。うん 受け止め方だとは思うんですけどね。ねねだから、それぞれんな受け止め方もありますし。はいはい、今日は先生と後輩からいろいろ教えていただこうと思っております。<laughs> よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。 私はあの去年のちょうど4月に番組の,あの健康診断で乳がんが見つかりまして、うん、その後すぐまあ6月にあの手術をしたんですけど、はい、ちょうど私が6月22日を手術の日にあの真帆さんが亡くなられた日っていうこともあって、うんま、本当にもうまさにあの生と死ってこんなにど,どうしてこんなに違うんだろうっていうふうなことをもうその時本当に真剣に考えて。うん でまあ、あのきっとすごく元気であの1週間、まあ、先生に一応私はあのあ、まあ、もちろん皆さんが考えるようにあの告知を受けた時に私本当に死ぬのかなっていう風に思ったんですけれどもあでも胸をとってしまえばあの歌が歌えるんだったら私はじゃあそっちを取りますっていう,うにあ<ー>まに、あ、もう本当に歌イコール私は生きるっていうことにつながっていたので,でやっぱり、まあ、もう全摘をして。 同時再建をさせていただき私は左胸なんですけど、はい、今のところ、まあえっと、1年この間4ヶ月1年4ヶ月の検診があったんですけどあの再発も転移もなく、はい、あの本当に元気で歌わせていただけてるっていう、はい、あのでちょっと先輩とはちょっと違うところがあるんですけどその全、まあ、摘の判断もかなりこう。はい 早くされたと言いますか悩んで悩んででは結構、なくそうですね、本当にあのみ、えー、悪性腫瘍ですって言われたときに、はい、あの番組のスタッフがあのその時東大病院だったので中に入れないので外で待ってるんです、ねえー、でどうだったですかって聞かれたことを本当に外の,あのタクシーがこう待ってるところで。はい であのごめんなさい本当に悪い結果なんだけれどもアクセスしようでってでこの先どういうふうにすればいいのかを私も考えるので<え>あの制作の方のスタッフにも持って帰ってもらって、うん、考えてもらっていいですかっていうので,でちょうど東大から。あの えっと、私藤沢に住んでるので、はい、あの東海道線乗るためにあの東京駅まで送ってもらってあの事務所の社長にでその間にもう30分ぐらいの車中の中で私があの公表するかしないかっていうのをとりあえずすぐに答えを出すようにしますっていうふうに社長に言って、はい、でその足で、まあ、東海道線本当に多分ね50分60分もかからないんですけどその間にもう結論出さないとこれは。 ずっと長引くことだなと思ったのでこの東海道線の中で結論を出そうっていうふうにもう心に決めてでその間に私は死ぬんだろうかとかも本当にいろんなことを全部、うん、あの皆さんがこう味わうようなことを全部、うん、あの東海道線の中であの経験をして、うん、でもう本当に次を藤沢だっていう大船のは 豊富なですっていうあのアナウンスがあった時に「あもう次藤沢だな」ってすぐ降りるんだなと思った時にはもう公表しようってああで、ってもう元気にそれで歌えるんだったら私はもしかしたらそれがあの務めなんじゃないかなっていうふうに思ったのと「うん、ヒーロー」って歌を歌っていて。えー で私、ちょっとごめんなさい、もう公表できませんっていうね、性格的にそれは言えないようなこともあるんですけど、<laughs> なんかちょっとそれって、まあ、現実と自分は違う、そのね、曲と自分は違う ってこともあ何か,か私の中でちょっと納得できないなっていうふうに思ったのでやはりその曲をずっと歌っていくには自分もやっぱりそこに付随するようなものでないといけないなってちょっと思ってそれはきっと私の性格上その曲が来たのもそういうことなんだろうというふうに思ったのでで「もう公表します」って言って。 あのなので公表したからにはあの元気に生きようっていうふうに思ってで歌はしっかり歌おうと思ったので、はい、あの土井先生私は今土井先生なんですけども、ええね、いつから歌いますかって言ったらうんと3日ぐらいしたら歌えるかなっていうふうに思た3<日>、はいそうなんですか って言われあの病室の中でちょっと「うーん」とかって歌ってたんですけど「ああ歌えるな」ってちょっと痛いんですけどね歌えねなと思ってで2週間まあ2週間大体1週間で退院するので2週間後の,あの7月14日生野真世さんとご一緒にライブが入っていたので、はい、もうそれはあのそのまま結婚しますっていうふうにして。 野さんにお願いしてちょっとあまりたくさん曲は歌えないけれどもまだでもあの少しあの一ご一緒にやさせていただいていいですかって言ったら野さんももう本当にそういう風にして復帰ができるっていうのは嬉しいからって言って OK を出してくださったので、はい、本当にありがたい。 あ,ありがたい先輩に囲まれたっていうのもあります。素晴らしいです、あの、うんの治療と仕事の両立のもう、はい、あの、はい、優等生というか、あの本当にお手本だと思うんですね。すねあのそこですごくやはりあの伝えるってことがなかなか職場で伝えたり、はい、あの本当に朝倉さんの場合あの社会に伝えなければならないっていう壁があったと思うんですけど、その決断にまあ50 50分すごい早い早ですね分で,でもあのそれをきちんと自分がどうしてほしいかを伝えていったので、はい、やはりその両立を本当にちゃんとやりたいあと自分らしさ、はい、自分がやはりあの疑っておっしゃってて、うん、そういう自分らしさを大切にそこからそこを軸にこう周りを決めていったっていうのが素晴らしいと思います、はい、あ,ありがとうございます。 でもやっぱり歌が歌えないっあいう、はい、まあそれはもしかして万が一歌えなくなったらまたそれはそれで次の私の人生が来るんじゃないかなっていうふうにちょっとそこで判断したりしていたのでただもう本当公表する時は勇気が言ったのはこれでもしかして仕事が来ないかもしれないって、はい、あこのあとオファーが減ってしまうものがんだからっていうふうに思ってでもそれがあの本当にうまい具合というかなんか朝倉さん元気にしてるんだろうかっていうふうにして声をかけてくださって、はい。 まあ一年ぐらいするとどん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 なんか歌う場が、うん、あ,あのまあそれまでもいろいろ歌う場をくださってたんですけれども<え>あのまあなんか元気に歌ってるらしいよっていう噂を聞いてですねで本当にお仕事がどん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 今増えてあの最近なんかちょちょっとしたアイドルじゃないかっていうようなスケジュールあーそうですか <laughs> あら<笑><笑>じゃまあもう心配は全くの杞憂に終わったと言いますかなんかそうです白、ね、それがきっかけできっかけで、ね、はいえーえー、だからありがたいなっていうふうには思ってますけどまた。えー その本来でしたらなかったようなこういったその乳がんになったからこそこうしてまあ、はい、キャンサーフォーラムにもお越しいただいたりであるとか今までと違う活動ができるようになって私もまあ実際あのピンクリボン藤沢を。あ<ー>あの プリンセスプリンセスもっとププリリセセススンドラムの富田京子ちゃんと一緒に立ち上げての富士山の中で活動したりしてるんですけどやはり検診の向上とあとは乳がんになった後のケアを皆さんにできるようにっていうので今、いろいろと模索しながらこうやってます大変アグレッシブな活動を手術の後も一気にやってらっしゃってやはりまず思うことは本当にがんと言ったらば社会がどう受け止めるかとか仕事がなくなって ちゃうんじゃないかって、皆さん思われるんですけど、うそういった。あの、こう、社会の受け止めもどん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 、そういった活動から良くなってくると思いますので。はい、本当ね、素晴らしいと思います。はい、そうですねあ、ありがとうございますで。豊島さんも実際に、あの。最初に手術される前に、こ、はい、の、はい、ラジオの番組でも。うん、もう手術の前に。 もうご自身がお休みも取るのでということで行ってきますって言って高らかに宣言されてあれもなかなか私できること終わってから例えばお休みちょっといただきますって言って無事終わってから帰ってこなかったらどうするんですかいやいやいや人間何があるかわかりませんから本当に何があるかわからないでその時は月曜から金曜までの帯の番組を一人で喋ってましたので月曜日に登場してで あのそこで、まあ、リスナーさんと私との付き合いは私的に言うと、うん、あの友達か親戚かそれぐらいの感じなんですね。なのであのその人に嘘ついていくとか黙っていくとかっていうのは、はい、帰ってきてからねあの休み何してたどこの外国行ったんって言われる嘘をついたりするのよりもいいかなと思ったので。うん え番組普通にしまして、はい、一番最後の「はいさようなら」の時に、えっと、今週残り火曜日から金曜までちょっとお休み頂い,いてあの乳がん切ってきますんでちょくらちょっと行ってきますっ」言うて番組終わって<え>ちょっとその辺の居酒屋に <laughs> <laughs> ほらみんな「あ行ってらっしゃい」みたいな <laughs> っていう感じの生かせ方をして頂い,いてでわーって騒いだりということも。 まあ、当時は12年前というと今とネット環境が少し違いますのでそんなに大ごとに「あれどうした?」あんな言うけど嘘ちゃうとかその,あのどうこうこどうこうはなくすっと言ってでただ何件かこの乳がんと言ったように聞こえるんですけど次の週にはもう帰ってきて喋ってるけど。 本当にありとかいう <laughs> 聞き間違いやったんかなぐらいの <laughs> っていうのが回ったぐらいでで,でそんな感じです。それで、ね、それからは普通に。はい。ただなかなかその特にお二人はこうやって表に出られるお仕事っていうのもありますけど、そうじゃなくてもあの一般にお勤めであったりとかの方でも。 公表をする周りの人に、うん、ま家族には言うにしてもどのタイミングで職場の人にであるとかとてもやっぱりハードルが高いことだと思うんですねでまた一つじゃあやっぱり言った方がいいかなって理解してもらえるかなって言ったら言ったでなんか例えば民間療法すごく勧められるとか良<ー>かれと思って<間>これがいいですよこんなもの食べたらっていろいろプレゼントもらったりであるとかそういったことも結構でもあったんじゃないですかお二人特に出てらっしゃるお立場なので。 あ私の場合はですねあの本当に手術の前にいろんなところで歌わなきゃ、まあ、まあもちろんもう仕事をある程度終えてから入院することになっていたので。 であの本当に CD を買ってくださってて<ー>サインしている間に、うん、はい、これって渡されたのがこれって何だったの <laughs> ったこれて見るとその民間療法のこういうものがありますっていうのと<ー>サプリが入っていたりあとはもう本当に事務所にあのひっきりなしに電話があって、はい、も15分ぐらい切っていただかなきゃけな はい、もうなんか仕事にならなかった時期がたくさんあって本当にごめんなさいって言いながらもであとそうですねいまだにでも時々ありますメッセンジャーフェイスブックのメッセンジャーをしいというので、えー、でもそれを皆さんにお断りをしているのは私はもう先生との信頼関係の間であのこういう標準治療をするっていうふうに決めているのでそれ以上のことは私は今のところすると思っていないので申し訳ないすでもこういう情報を頂い,いてありがとうございます。 っていうのはもちろんただ、だからといって民間療法に対してすべては脳というわけではなく標準治療をちゃんとし入ながらまた例えば栄養の関係だとかサプリとかそれはやっぱり医師と相談しながらやった方がいいんじゃないかなというふうには私は思いますその辺は山内先生多分いろんな患者さんご覧になっているので思われる点もたくさんあると思うんですけど。あの やはりあのそういうふうにまずご家族がすごく何とかしてあげたいとかご友人も本当なんとかしてあげたい気持ちなんでしょうけれどもあのその患者さんはその自分の治療方針を決めていくことですごく思いもいっぱいなのでそういったものを持ってこられるよりもとにかくそばで寄り添ってそばに黙ってついててあげるだけでいいと思うんですね。であとともうううつそういうお薬とかは 皆さんが健康食品とかだから何の作用もないだろうと思っても <laughs> 標準治療でやってるお薬といろんなあの反応が出たりとかかえってそれを悪くしたりとかいうこともありますので。うん こう主治医の先生になかなか言いづらかったりして皆さんこっそりやってたりすることも多いんですけど、うん、きちんとご相談いただあの本当に朝倉さんのようにご相談していただくっていうのが、はい、でも大切だと思います、はい、だからサプリメントっていうのはその、まあ、健康補助食品なので補助であるから大丈夫であろうと思いきや例えばあの 手術のの前にあんまり飲むのに適さないもで、ね、あのサプリメントの中でも、えー、手術の時にあの血液が止まりにくくなったりというようなものもありますので、はい、あの手術を受けられる方々とか皆さんサプリメント健康食品だからこれは申告しなくていいかしらと思っていても案外そういうので反応が出たりしますので、はい、そういったものも服用されているものをきちんと伝えていただきながら相談していただくのが大切ですそうですすそうねだから先生に怒られそうだから黙っとこうではなくて <laughs>、はい、やっぱりそういった部分も 共有しながら、はい、あの先生もやっぱり共にその病気に向き合ってくださってる方なのであの別に全否定をされるわけではないですからす、ね、ただ中にはそうやってあの手術に悪い方の影響を与えてしまうものも実際にあるということなんですねだからその辺はやっぱくれぐれもやっぱり一緒に共有していただくっていうのも、うんえー、大事な心理的に言うと、うん、例えば最初病気になりましたよく聞く話なんですけど、はい、あのどうして私が うん、って思う皆さん、思思われると思いますあ私の場合は、まあとで言い,い,い,いますけど、うん、私の場合はあ私やから来たんやなと思ったんですけど <laughs> <laughs> 本当ポジティブですねんなんとかなる人、まあ、カード配っとた時になんか神様がなんかこいつにやっといたらこのばば何とかしよるやろって言って回ってきたと思ったので <laughs> あなんとかしよっかなんとかなるねやろと思ったんですがんみんなに共通して起こる気持ちが。はい なんんで私が、えー、何の悪いことしたん、うん、だからさっき先生がおっしゃった遺伝なのか、うん、その,後のあのタバコそういうやつ吸ってたなとか、うん、あの酒飲みすぎたなって、はい、それは私はね、うん、でそういうのとかがあるんですけど <laughs> そういうわからない突き詰めてもわからない状況でわからない病気になって自分には。うんえー、でこの先どうなるかわからない。わからないこと尽くしの時って 分からなないものに手を出したなるんですよね超法規的なルールのものにそれありますねなんか分からんけどやってようていうのが似通っているのでつい手を出して頼りたくなるけど分からないから一個分かんのは自分が生きてるっていうことだけだからここを大事に持つっていう他のもんはさっきみたいにチェックして持てばいいけどこの私が生きているっていうこれだけ話さんようにすると。 結構、うん、あの選別がその気持ちですね。そのさ、そうですね。優しいなメッセージで、あの本当にあなたらしさはあの変わらないので、そこを軸に本当に決めてっていただいて、分かっていること、分かれないことだらけです。よね世の中でね、分かっていること、分からないことがあるので、それをちゃんと選別しながら進んでっていただくのが本当に大切ですね。なんかあのあ、ごめんなさい。特に乳がんであのタイプが分かるまでって。 すごいその期間が、えー、ど,どうなるのっていう<ー>私もそれはすごく歌本当に歌えるのかどうなのかっていうのは分からなかったんですけど、うんうん、とりあえず。 訴えたら何とかなるだろうっていうようなそういうふうにこうちょっと精神的なものを向けていくっていうふうにはしてたんですけどやっぱりその辺はねドキドキキししてました揺らいでる時にまたそういうものが目に入るとであのまた薬事法というのがありましてあの効果効能ってちゃんとはっきりしたあのエビデンスであったり裏付けができないと効くっていうふうには言えないんですけど私個人的には怪しいものほど これを飲んだら、効くって書いてあるんじゃない,ないす、ね、ですかはい、はい、はい。ちゃんとしたところでやったり、ちゃんとしたメーカーでやったら、効くっていうふうに言っちゃいけないんですね。それをちゃんと守ってるんですよ。ね、ただ、効くって書いてあるのは。あ、イコール、ちょっと怪しいなと、私はそれが個人的なバロメーターなんですけど、先生いかがでしょうか?。<laughs> やはり、あの、聞くって言わなくても、本当にいいものは、皆さんちゃんと服用していただけるので。あの、そういうふうに。 あの言わないとっていうところもありますからですからそういうのを見たらばちょっと一歩踏みとどまって気をつけていただいたり今厚生労働省も非常にこうネットとかをあの検索をして患者さん一人があ,のあと患者さん一人のすごく聞いたっていう声が出てたりするのも気をつけた方がよくてあのその一人二人に聞いても1万人の分の何人1万人分の一人だったら他の人が全然聞いてなかったら聞かないということにもなりますし本当そういうところも。 賢く先ほどお話したようにデータを見たりっていうこともととても大切だったと思いますうん、うん、自分で分からへん時はたくさんの人にどう思うどう思うって言った方がいいですよね一人じゃないっていう、ね、最初の、A、先生のお話にもありましたであのセミナー申し込み時の時にはあの質問も受け付けさせていただいたんですけれどもその、まあ、豊島さんは12年で朝倉さんは去年ですけれども、はい、一般的にがんというのは、まあ、5年経つと再発の恐れあまりなくなるというふうにまあ考えな という,ふうにも言われていますが、はい、ただ、その中で乳がんはちょっと経過観察の時間が一般的な方の5年ではなくてまあ10年であるとも言われています、うん、で質問の中にも乳がん治療は今は10年とも言われていますが5年とどれだけの差があるのか10年間薬を飲むと体に負担はかからないんですかという ご質問もありまししたががこれ先生いかかでしょうか、はい、あの乳がんは確かにあの特にホルモン陽性のタイプほ、まあ,あの,本当に他のがんと同じように手術後23年がすごくピークでは多いんですけれどもその後もあのも少しずつ何名かはこう再発してくることが多いということがあって。 でそしてそういったことからもホルモン剤とかは今までは5年という状況だったんですけど <laughs> 10年飲んだ方がいいというデータも今出てきてはいます。はい、ただ、えー、と10年そのどういうい人に 10年本当に飲んだら効くのかという細かいところまではまだ明らかにはなっていませんので、ええ、いろんな新しいデータが随時出てきますのでそういうデータとあともう1つは副作用もやっぱりありますよね。後の薬ととかかだっったたら骨がこう弱くなったりとか あとホットフラッシュとかもありますしいろんなそういうのとのバランスで見ていくっていう最初から10年って聞いて副作用があるともう私これはの10年は飲めないわってそこでやめちゃうよりも。 少しずつ少し先を見ながら続けていくっていうことその間にまたデータが変わって、うん、もしかしたら1日1回これ以上飲んだら治りますよっていうのが出るかもしれないですよね。うんうん、ですからもうびるのがが仕事ですそうですすそう新しい感が出もねホルモンの治療に関して私は12年の間、うん、11, 11年間何の治療もしなくて手術のみ。 ホルモン療法には入らなかかったんですホルモン療法はリンパまで来た時にちょっと怖くなりまして、ええええ、それで、えー、と今年から飲み始めて、はいええ、でその時にねのむかのめへんかどうしようかって悩んだ時に先生と話しててどう思いますと正直言うと私の先生が言ったことによりますと、はい、飲んで、えー、と10%しかその、うん、なんていうの あの確実にその人のこう再発を阻止するというのは、はい、この薬にとっては10%かもしれん,、はい、んでも宝くじも買えへんかったら当たらへんと、うん、で飲んで10%にあんた入るかもしれんからなるほどそれで決めたらどうやと。 当たらんでもええって言うんやったらそれやし10%絶対入るとも分からへんけど、うん、それでやってみるかどうか決めはったらって言ったんで私そういうこと聞いたら、うんはい、ものすごく絶対当たるって思うタイプなので、はい、じゃあやるってやって。 だだ作用がちょっとあったんですけどこれ後で言います実際にあの質問があるんですねはい、はい、ホルモン療法の副作用では高年期障害が起こると聞いていますと、はい、個人差があると思いますが実際にはどのような症状が起こるのでしょうかというご質問がいただいていますはい、はい、では豊島さん続きを<ゃ><ど>せーのであれ言いましょうかせーのどっちこっち。せーの太る 今、ホットフラッシュから今日初めてあれたのでまだ息が今一つあの <laughs> 同じ感じ人ですけどす今日いろんなことで盛り上がってますから共通は太る あそうですね。ごめんなさい。そうだ。ホットフラッシュは私だけだ。うん、そうなんですよあそうか。豊島さん、ホットフラッシュはないないんです。これもたよく聞きますけど、先生、ホットフラッシュはお薬の種類によってとか、いいかあとご年齢によっても副作用が違ってはくるんですね。はい、ですから、まああの、よくあるのは、あの若い閉経前の方に使うお薬では、うん、ホットフラッシュといって、ガッと急に熱くなって汗をかいたり、特にお仕事をされている方とか、こうあのお得意さんと話している間にガーッと汗が出てとか、うん、心配される方もいたり、はいうん、ただ、それに関しては、 こうすぐ脱げるようなお洋服にしたりとかいろんな対処法を考えてあとは閉経後の方の場合の薬ではあの関節が痛くなったりとか骨が骨粗しょ症になりやすくなったりということはあります。関節が痛むねあ えなね、なやってる人分かると思うらしる方何人か。<laughs> 私はあの更年期がなかったので何にもそんな症状なくへらへら生きてきたんですよそしたらお薬飲んだら更年期のお化けみたいなのが来まして、うんえー、えまず何か言うと寝て起きたらあの固まってるんですどこがかすか<ー>で関節が全部体の節々がってことですか、はい、そうですすかはいそうよ、えー、あれ私どうしましたっていうぐらいだからそこからゆっくりゆるたいそういうのをしてますんで。えー

<え>こっから天皇寺に行くまでの間、はいええ、もしじっとしてたら立てないんです関節が固まって<ー>その間に固ままってしまうだからあのあ<ー>寺田町か新今宮辺りから足をゆる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 、はい、手をちょっとグリグリいうのを準備体操してからでないとあっ <ー>これは豊島さんに限らずさっき何か経験されていると思いますけど、はい、あの特に閉経後の方用の薬を飲んでるる、はい、場合にはそういった方々は非常に多くてそれでやめちゃう方も多いんですけど今のゆる,ゆる体操いいですよねぜひ真似していただいて、はい、あの朝起きるときとかベッド出る前にそれをやったりとか、はい、そういった形であのそして大抵 何年か1、2年するとちょっとこう少しずつもっとそういうい副作用が弱くなったりしてきますので頑張って飲んでいただいたりあとね出ない方も、はい、私は全然出なくてなく多分先生があのずっといろんな運動してたのでそれで出ないんじゃないかってっゃるただやっぱりあのちょっと関節が昔よりは硬くなったなまあちょっと最近ちょっとあまり運動してないっていうのもあるんですけどそれも手伝いつつ私でも10年やっぱり。あの 治療してててくださいって言われてるのでもう今あのホルモン治療ずっと1年4ヶ月飲んでるんですけどホットフラッシュに関しては、うん、突然出てくるんですよ、うん、でその時だけ、まあ、もう本当にタオルを12枚持って歩いていて、うん、もうこうやって置きながらですね、うん、もう、はい、であともうステージ上はもう仕方がないので、はい、私今までステージ上で歌いながら汗かくってことなかったんですけど,、えー、どす突然にもう顔ブワーって、はい、えっっていうお化粧落ちる とか思いながらですね <laughs> あの思いながらもなんかこの辺になんかあの、ね、あのマスカラついてるとかああいうなっちゃうでゃないですか <laughs> でもそれなんか、<laughs> すごいライブ盛り上がってエクスでできないのよね、今とか思いながらあのそれでも歌ったりしてるんですけど <laughs> でも本当にでもあの私も高年期なかったので、うん、もう突然のホットフラッシュでびっくりしたんですけど,ど一っでも収まったんですよ。で きっとこれんか波もありますし今の副作用もそれぞれ乳がんがそれぞれ違うように副作用もやはりそれぞれ違うのでそれぞれに対処するやり方がいろいろとあるじゃないですかですからそういうのをいろいろとほそのベテランサバイバーの方からゆる体操を聞いたりですねいろいろと看護師さんとかもそういうのを教えてくれたりしますからそういうふうに対処していきたいと思います。 ければと思いますね。でもお二人の共通のね、太ります。本当ですよ先生。私この間まで、私長い間し島さん持ち上げてますけど、高いです高いです。はいはい。あのね、ま真面目な話、今年のあの初めから飲み始めて、今まだ10月なったとこでしょ？えっと7キロちょっと太りました。そんなにですこれはすごいですね。これは参ったと思って。 これ,これも副作用なんですよね特に女性の場合またその太りすぎて一気に来るとそそれもスストレスにつながりませんかそうですねあの、うん、特にやはりあの例えば若い患者さんとかでも仕事が、はい、優がの治療をこうお休み1年半ぐらいされてそれでやっと治療を終えても仕事に戻った時に、はい、先ほどの,あの社会の理解ですけど社会ではがん患者さんイコール痩せてくるものと思ってらっしゃる方も多いので仕事にやっとの思いで戻ったら、はい、あれ んだったんじゃないの太ったねって言われて <laughs> <ー>ものすごいショックで仕事を辞めちゃった患者さんもいるんですよ。本当にですからあのそういう社会の,こうあの偏見というかそういったものはいろいろとあって、うん、それを皆さんも乗り越えなきゃいけないことはたくさんあると思うんですけど、うん、でもあの乳がんの患者さんはやはりあの女性の,そのホルモンのバランスが変わったりあの脂肪代謝が変わってきますので。<laughs> はい 皆さんホルモン療法を始めるとものすごく体重が増えて先生食欲が増してっておっしゃる方がすごく多くて、うんえー、そうでですすす食欲がすごいん健康につながるようなイメージがあるんですけどやっぱりああんか元気の源だからってあまり食べてもくな,いん、ね、そうなんですよ実は乳がんのサバイバーの方々が乳がんの治療後に体重が増えるということは再発のリスクを高めるっていうデータが出てるんですね。です,ねですから皆さん患者さんん患者の手術を 終えた後先生再発したくありません何をすればいいですか?」って。うん じゃあお肉食べなければいいですか牛乳飲まなければいいですかっておっしゃるんですけど実はそれは本当にエビデンスがなくてよく私がお話しするのはあのもちろんあのおタバコは良くないですけれどもあとは体重が増えないようにうまくコントロールしてくださいっていうお話はするんですね,ね空気吸っても太るぐらい太るよね,<笑><笑>ねちょっとお酒飲んだ日にはね、はい、ちょっとちょっとだけ <laughs> <laughs> あの本当に大変だとは思うんですけど、えー、あの。 もちろん運動はねさくらさんが言ったように運動は一つの。 方法ですし、えー、運動によって自分の気持ちも盛り上がっていたりとかいろんなそういうのもバランスを取ることにはなりますし関節性にも運動はいいのでですからそれは運動はいいんですけれどもお食事の取る量というのもできるだけコントロールやはりしていかないと体重が増えてきて脂肪肝になったりっていうようなこともありますので、はい、先生で、ね、私1400から1500最大いっても1600までで。 抑えて太るんですすよよ少なないですよかなりででかりしょそれでも,のようでしょ <laughs> でも本当に先生もあの患者さんたちが一緒にこうグループとなってそういう食事療法うに取り組んだりん、ね、やっぱり人ではなかなか厳しいですからあのみんなで一緒にやることがうちの病院でもそうやって頑張ってみんなで一緒に体重を減らしましょうっていうのでやったりはして実はその,その,あのグループの研究でやった時には<ー>1200カロリーだったんですよ。 ちょっと考えられないで,無理ですけどでもあの本当にみんなでやることで頑張って<え>1200カロリーって言っても例えば炭水化物はだめとかいう極端なものではなくて、はい、スマートダイエットといってあらゆる分野からあの少しずつちゃんと取ってという形と。 あとみんなで一緒に運動してという形でそういうみんなで一緒にって本当ここも皆さん今日来てくださってみんなであ分かる分かるってこうなずいてみんなで一緒にっていうのは励まし合いながらっていうのもどうにか取り組んでいけるポイントかもしれませんね。そしてですね、あのー、今回はあのー 乳がんで切除をされている方もいらっしゃるということ乳房再建に対するご質問もいただいています乳房再建するとしこりになってもし再発した場合癌のしこりなのか脂肪が固まったしこりなのかどっちかわからなくて不安になるし というふうふに聞きました部分切除の患者さん乳房を再建する方は少ないのでしょうかこちらは、まあ、あの部分切除の場合のお話なんですけれども、うん、お二人とも切除という道を選ばれまして、まあ、豊島さんこれは13年からですかねの人工物、あのインプラント、ええ、いわゆるシリコンバッグを入れるものがその前からご自分のお腹とか背中の筋肉を持ってきて作るものは保険適用でしたけれども、はい、いわゆるシリコンバッグの方は2013年から保険適用になりました。はい だからそのまあまあ前と後と言いますか、はい、それで朝倉さんは入房再建されました。はい、で豊島さんはその時で。はい 私はあの単純に自分から嫌な異物取ったのに、はいはい、違うものを入れるのに抵抗があっただけでそれにもともとほら、ええ、あるかないか分からへんようなおっぱいだったい、ね、のではいか、はいといなんかとろんな考えがあるんですけども、ね、最近は多分保険適用もなったということでそれ以前よりはされる方もあの増えたかと思いますけど、うん、そ,そこの,そのメリット、うん、デメリットといいますかこのご質問にもあるんですけれどもその辺はどうお考えになりますか 考え方が違ううと思うんですねあの私も75歳だから再建なんて先生に言うの恥ずかしいわって方がいても例えばその方が水泳がご趣味だったら。はい こう水泳はすごい楽しみなのにもうお胸がない形でこう水泳の下にあの水着の下にパッドを入れてパッドがずれるのが怖いからもうその趣味をやめちゃったってこともあるわけですよですからその方の生き方によって全然それは違ってきますのでたとえもうご高齢でもそういう趣味を続けられるように再建というのは一つの選択肢ですしまた再建のやり方にもいろいろとあのご自分の組織を持ってきたり そしてから人工物を入れたりとかいろんな方法がありますのでそれはもうぜひあの選択肢を聞いていただければと思います、はい、今何かあのゴリゴリができた時に、はい、言い訳にくいんじゃないかというのはこのご質問に対してそれはあの検査の方法がいろいろとありますので、はい、あのそういったことはあのデメリットになるようなことであればそういった状況の方には医師がそれはやらない方がいいんじゃないという話がいくと思いますしまずはご自分がどうしたいかというのを選択を伝えてみることは大事だと思います。 とりますよね。はい、それでできるできないできることからチョイスする、うん、はい、うですね。はい。それは桜さんの場合は、はいはい、再建した方が良かったぐらい立派なお胸ですよね。<laughs> <laughs> 今全然わからないですね。<laughs> そうですね。桜も実際にやってご覧になって。ね そその結果はいかがですか、えー、そうですうね私の場合はインプラの,の、えっと、シリコンが入ってるんですけどあの、まあ、本当に同時再建っでエ,エキスパンダを入れて、えー、で少しずつそこに生理食塩水をだからあの全部、はい、あの全部全摘してるんですけどポッと見るとちょっとだけ膨らんでるんですよ<ー>だから全摘してると真っぐま真っ平らなんですけど、はい、ちょっと再建してるとポッと。 膨ら膨れてるので、うん、で私はあの人によって違うんですけど私は横線一本なので、ええ、ふっと見たときにあの胸がなくなったショックってなくてで,でこれなんかどっかで見たことがあると思ってどうだろうと思ったら、はい、ムーミンのなんか口みたいな感じだったあああ言ってたお <laughs> 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 の生理が宿ってる私の胸みたいな感じなで、ええ、なるほどでまあそれを喉二週間に一回ぐらい、はい、あの生理食塩水を入れてって。えー 今年の四月に全部、あの、えっと、シリコンに入れ替えたんですけど。私はやっぱり、あの、歌を歌うので、どうしてもバランスが崩れると。やっぱり難しい。絶対です。私だって、右切って、左があって、その、あの、その、なんていうの、立派なもんでも、なんでもないんですけど。入院して、帰ってきて、台所の上の方のものを取りましょうと思って、脚立乗ったらね。 あるる側ににってなんですよ本当あのね人間ってものすごく微妙なバランスで多分自分の体のセンターを探してるのかなっていうぐらいなんとなし左あらって言ってそんなに立派な大きいお洋服もそのある方に全部寄っていくのでそうですよだから大変でしたの。 インプ、えっと、入れてる間はまだ膨らんでないので、使用を、あの、なんていうんですか、あの。なんか、あの、補足してるんですけど、あの、ぐらいの中ででも、やっぱり本物の方の胸の方に。寄っていきますよね。あの、歌ってる時に寄るんですよ。だから、一生懸命、こう、なんか、いっぱいながら歌ってたっていうのが私ここにあったことありますよ。 そこまでよくねカップ付きなんとかっていうのあるじゃないですかあれしてたらねふっと気づいたらここにそれはでもやっぱ経験された方にしかわからないですし笑いいましたたけどあれここんななとにみでも本当今櫻井さんがおっしゃってたように同時再建といって手術で取るのと同時にもうそこで再建を始められますから目が覚めた時にこう胸が少しも膨らんで。はい そういうふうにできますので、そういう選択肢も本当にありますからね。はい、それも本当にあのそれぞれの患者さんのご自身の考えと私先生に相談していただいて、それも大きな選択肢の一つですもね。はい。あのもう一つだけごめんなさい。この間聞いたばっかりでそっかと思ったのは自分の意見とその応援するよって言ってた旦那さんが再建の話になった途端にちょっとだけ希望を言ってもいいって言ってあのできれば あの再建してほしいっていうのを初めて言ったっていうああう,うちの旦那はそんなこと言う人と思ってなかったのに<ー>そう言ったからそれで初めてそこからあの2人で前向いて<ー>その話ができるようになったっていうことも聞いたんで。 あの勇気があればちょっと聞いてみてもそうですね,、うん、ですねパートナーとの相談も、うん、豊島さんはパートナーの方と、はい、その切除する前に一緒に鏡の前に立たれて、うん、おっぱい,っい、さよならお二<ー>、えー、人でそれもとてもなんかもす素敵なエピソードだなと思いまして <laughs>、ね、それも分かち合いながらなので、はい、いろんな考えその旦那さんがそういうふうに再建してほしいという方もいらっしゃったら豊島美さん豊島さんみたいに一緒にねおっぱい、バイバイって言って <laughs>、うん、でもこれでねあのガて。<laughs> この形は、はい、今日で終わり。

な部分なので大変だと思いますけどで,す、ねうん、でもご家族と一緒にねそうやって乗り越えた方ですよねはそろそろお時間となりましたのであのでは3人の皆さんに一言ずつ今日のえゲストの皆さんから今日お集まりいただきましても患者さんもいらっしゃいますけれどもただご家族であるとかいろんな関係者の方であるとかまあ、立場はそれぞれでいらっしゃると思いますけれどもはい一言ずついただけますかあの本当に皆さん っていうふうな形のことを聞くといろいろとこういろんな不安があると思うんですけれどもでもあなたらしさを失うわけではありませんので。 皆さんがそのがんという診断からまたどういうふうにしていきたいかそれにご家族の方もご家族ががんと診断されたことによってまた世界の見え方が違ってくると思うんですけれどもそういったことから自分があなたらしくどうしていきたいかということを見つけながらまた一歩一歩歩んでいっていただけたらなと思っていままます今日ははどうううもあありりががととごござざいいいしししたたでは桜さんお願いします。 はい、なんかいろいろお話ししましたけれどもあのやはりあの自分らしく生きるといいうことが一番だと思いますで。そしてあの本当にあの筋を一本通すというか自分の体で自分の命ですから自分で守るということをまず最初に考えていただいてのきっと皆さんいろんな治療私はあの本当にホルモン治療ですけれども抗がん剤治療の方もいらっしゃるでしょうしでもあのいろんな治療方法もあるしあの本当に死 っていうことがなかなかあの乳がんに関しては本当に遠くなったように思います。なのでぜひ皆さんも一緒にねあの楽しく乳がんと向き合っていただければなっていうふうに思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。さあそれではベテランの大先輩の豊島さんからお願いいたします。<laughs> いやあのねネガティブな考えっていうのは私3回目までは1ミリも出なかったんですが。 え4回目のリンパに来た時にはさすがにねあれどうも私まずいんじゃないかと思って初めてちょっと心配で怯えてるみゆきちゃんっていうのが出てきたんですけど出てきたんじゃなくておったんですね今までもそれに気づかないでなんか能天気に元気に前向きがいいと思ってこっちばっかりスポット当ててたのにこれに気づいて今この,あの可愛いい清わなみゆきちゃんへの可愛がっているんですよ。 だからあんまりり頑張りも過ぎない、うん、かといってこの弱いこと私がっとあのここはがんですけれど全部が,がんじゃないんですよね私のみゆきちゃんの心は健康な元気なニコニコしたみゆきちゃんで、うん、どっかがが,がんでがんのために生きてるんじゃなくて生きるために治してるから。 順番をちょっと生きるため、うん、今日の私のため、はい、テーブルにシフトできたら、うん、もっと前向きにやっていけるかなと今思ってます一緒に頑張りましょうありがとうございました <laughs> じゃあちょっとこのテーブルを片付けさせていただきますの、ね、どうぞ前の方にお進みくださいさあそして私は今日は1日このチャプラのこのステージで午前中 ゲノムと乳癌とゴゴとやってまいりましたけどサブステージで一日いろんなイベントがございましたサムステージでの様子を関岡アナウンサーそして福本アナウンサーに、はい、聞きたいと思いますではす関岡さん福本さん、はい、上がってもらえますかはいありがとうございました私は向こうの方の方向お疲れ様でしたお,しお疲れ様ですお願いします,しますよろしくお願いします 今日いろんなあのブースもありましたしアロマトリートメントもございましたしき、ねはい、どうはあちらの向こう側になるんですけれどもあちゃ、えー、とプラザの方でではですね、まああの二重の あの出展者の皆さんがいらっしゃいました、えー。20の患者会の方々、それからがんの患者さんを応援する企業の方々、20のまブースということで、えー、その方々にあのサブステージの方に上がっていただきまして、日頃どんな活動をされているかというお話もお伺いいたしました。えー、私はもうあのその話をいろいろと皆さんから伺っている中で感じたことは、やはりあの人と人とこうして集まってお話をして、あのいろんな 情報を知るっていうことがすごく大事なんだなということをあの皆さんのお話を伺いながら感じました。はい。あのいろいろと本当いろんなことをされている方がいるんだなということが本当によくわかりました。また今日このここで生まれた出会いからなんか皆さんでお互いに分かち合えるものもねたくさんあると思います。さらいお茶も来てくれましたが続きました。さらいお茶もはいお疲れ様です。一生懸命頑張ってましたね。 あちこちのブース待ってくれてライオンちゃんも活躍してくれました。今日涼しくてよかったねライオンちゃん。ライオンちゃんね。もう夏とか三十分がマックスなんですよ。今日は過重ロードですいません。はい。では福本アナウンサー。はい。私はサブステージで十一時からの本音トークというコーナー一時間半担当いたしました。医療従事者の方と患者さん双方の本音を伺うというところで、あのこの後ご紹介します矢島さんが取られます。 アンケートをもとにいろんな話が出たんですけども例えば患者さんも医療従事者も相手から言われてつまり患者さんからするとお医者さんなどから言われて嫌だったつらかった経験はありますかっていう質問に、ええ、お医者さん側も患者さん側も6割くらいの方が嫌な経験があったと答えているんですねなるほどでも一方で嬉しかった支えになった経験はありますかというと、うん、双方とも9割の方が。 あると答えているんですねやはり身近なお医者さん身近な患者さんともにお互い結局支え合っていい方向に進めていくということをお互い求めていることはもう間違いないことですしやはり一緒にマラソンで言うと一緒に走っていくペースメーカーのような存在なんだなというふうに感じましたまあその中でもですねやはり些細な一言と言ってしまったらちょっと抽象的なんですけども、はい、意図してない意味で相手に ちょっと誤解を招いてしまうという言葉もあることがいくつか見えましたのでそういう悪意はなくても相手に伝わってしまう受け取る人によって。うん ちょっとニュアンスが違ってしまうということを、あのお互い最初に知っておくことが大事かなと思いました。同じ言葉を言われても、そのままストンと入る人と、ちょっとって思う人とやっぱりいろいろいらっしゃいますもんね。なかなかがんに関わらずですもんね。はい、そうですよね。夫婦間でもそうなんですね。そうなんですか。そうですよ。え、え、そうですので、あの私もまだ三十代の前半ですけども、ちょっと言葉にはあの気をつけたいなという部分もあります。 ますし、反対にいろお聞きしたいなってことがますます増えた1日となりました。うん、はい、さあ、そして今その福本アナウンサーからも名前が挙がりました。けれども、今日サブステージで午前中行われました。本音トーク分かり合えない医療者と患者の企画に携わっていただきました。サバイバーの矢島雄一郎さんです。矢島さん、今日はい1日振り返られていかがでしょうか？あの矢島です。よろしくお願いいたします。今日は本当にえっ、ー、と患者さん。 もう、えー、医療者さんもどっちもより良い、えー、治療をしようと思って、えー、より良い治療が受けられるように頑張ってるのに、えー、若干やっぱりすれ違ってるところがあってそこっていうのは、えー、すごく残念だなと、えー、感じたんですけどす、ねえー、一つキーワードになるのは、はい、やっぱりお互いの想像力なのかなっていうことが想像力はい。 今患者さんが自分からこういうこと言われたらどう感じるんだろうという患者の視点の想像力が必要だし、えー、患者さんの方も、えー、医療に携わっている人が自分を治そうと思って今、どういうことでこういうことを今おっしゃっているのかということを想像する力お互いの想像力がより良い医療を受けるための一つのキーワードなのかなっていうのを感じました、はい、ありがとうございました。 さあ、そして続きましては高齢者の抗がん剤治療についてのセッションで講師をしていただきました京林医科大学内科学腫瘍科の長島文夫先生。はい、よろしくお願いいたします。今日お疲れ様でした。長島先生は今日のこのフォーラムに参加していただきましていかがでしたでしょうか。えっとですね、あの午後からしかちょっと参加できなかったんですけれども、はい、あの非常に熱気あふれるといいますか、大勢の方に集まっていただきました。であの私の方ではですね、高齢者の がんは、えー、抗がん剤は効くのかというそういう話で、まあ、テーマを設定させていただいたんですが、はい、いやもちろんあの高齢者の方にがん抗がん剤が効かないというわけではないというのはもう皆さんお分かりなんですがじゃあ実際どんなふうにやったらいいのか、うん、むしろその気持ちを伝えられるとかあられないとか高齢者ならではの特有の問題がやっぱり非常にたくさんありますので、はい、まあそれこそまさに、えー、情報をどうやって伝えられるか、うん、伝わらないこともやっぱり あるんですねですからああそこをどういうふうに工夫していくか,か、まあ、本当に地域地域、うん、えと患者さんを取り巻く、えー、家族だけじゃなくて地域の方、はい、病院スタッフだけではなくてもう本当に一般の方がいかに協力するそういう体制ができるのかなという視点で、まあ、非常に、えー、いろんな意見を頂けたので。 非常に私も勉強になりましたし皆さんにも分かっていただけたのかなと思っていいまます、はい、どううもありがとうございました高齢の方といいましても同じ80歳でもとてもあの基礎体力がおありになる80歳の方と、まあ、例えば持病がたくさんある80歳の方とですとやっぱり抗がん剤をどう進めていくかであるとかその体への影響もだいぶ違ったりしますもんねおっしゃる通りでまさに暦年齢だけで決めるものではないんだよと。 それが今日の一番の大きな結論といいますかまあ皆さんそう思ってらっしゃると思うんですがやっぱり75歳はやるけど80歳はやらないとかですねそういう議論がどうも先走ってしまうので。 ま、そこだけはまずきっちり、ね、ご理解いただければと思います、ね。数字だけの線引きではないとういうことです、ねはい。さあ、それではですね。このクロージングセッションのテーマ、これからのがん医療のあるべき姿とはということなんですけれども、実際にまあ医療の現場で携わっていらっしゃる先生方、そしてまあ、患者さんでいらっしゃいます。朝倉さんと吉村さん。 そして矢島さんもなんですけれども矢島さんもいろんな情報を発信していらっしゃいますよねそんな中でこれからのがん医療、まあ、本当に日進月歩ですけれどもそれぞれ皆さんへ向けてのメッセージとご自身の思いを一言ずつ頂戴ででできますすしょううかはい、えー、そうですねこれからのがん医療で大事なのは、えー、よくあの患者中心の医療って言われますけど別に中心に添える必要はないと思ってるんですね。はい、えー 患者と共にある医療だと思っていて、えー、今って昔あの患者ってどうしてもその感情的に情緒的にもの、まあ、を言う存在って捉えられがちなんですけど、えー、今患者も非常に変わってきて自分たちの、えー、状況環境とか医療を良くしていくためにはどうすればいいのかっていうのを、えー、合理的に判断できる患者さんも増えて患者会もそういう風になってきています。はい、なんでそのでそ医療者さん 医療に関わる人たちも、えー、患者をうまくそのパートナーとして、えー、どうすれば本当にその医療経済のお話もありますよね、えー、高齢者にそのいあのこの抗がん剤が必要なの,かなのかどうかという話とか、えーえー、非常に高い薬剤の価格が本当に適正なのかそういう話も、えー、単純にかあの。 安くくしろとかいう話ではなくてどういう状況にしていくのが患者にとっても社会にとっても、えー、一番合理的でみん,なみんなが幸せになれるのかというのを、えー、一緒に議論していける存在に患者が今なっていっていると思うのでぜひあの医療の考えていく中のパートナーとして患者を参画させていくというところがこれからの医療の在り方かなというふうに思います、はい、ありがとうございました。では先生お願いいたします 先ほど私の高齢者のところではあの最後に一言だけ言わ,せたのは言わせていただいたのは実は、えー、来年、再来年になりますかあの健康教育ということで一般の子どもたちです、ね、小学生、中学生、高校生あのがん教育というのが始まります。これは文部科学省がやろうということでもう実際スタートしているところもあります。で、我々病院スタッフとか医療従事者それから患者さん、家族 っていう括りだけではもうないと思ううんですねもうみんなが普通にがんってこうなるんだとか別にがんはうつらないんだよとか当たり前のことをみんなが理解してくれれば、ええ、多分5年後10年後にはもっともっといい話ができるんじゃないかなと思ってますので、まあ、あのがん教育があの進むことそれで皆さんも協力いただいてあらゆるレベルで進めていくといいかなと思っておりますのでぜひまたよろしくお願いいたします。ありがとうございいいままししたさあではは豊島さんお願いします 私があの望むのは、えー、最初乳がんになったら例えばそのがんのこと必死でやってくださるで,でもその切り終わったらもうその瞬間はがんないんですよね自分にはそしたら今度別の問題が出てくるんですよ例えば副作用で低痛いこれは外科の先生よりも他の先生があのもっと得意かもしれない。 な心が病むかもしれない。で先ほど先生の清六科病院でのこういう輪っかの絵がありましたようにチームで一緒にあの私の病気じゃなくて私を見てくださる環境っていうのがなんとかあのもっとスムースにできないかそれが一つの病院の中じゃなくてもチ医者さんとそして 大きないろんな病院のスタッフさん方とがこう。私をみんなであの見てくださるっていう仕組みがなんとかできてくれれば嬉しいなと思ってます。はい、はい、ありがとうございました。では、朝倉さんお願いします。 えっとまあ、私もまだ本当に1年4か月でこれから先あのホルモン治療を続けてどういうふうになっていくのかって体の状況がまだ全然本当に見えてない状況なんですけどもちろんその不安っていうのはあるんですけれどもその不安を解決す何かを自分で持とうというのも一つありますまあ私にとっては歌ということがあるまあそれを利用,、まあ、利用しちゃいけないかどうか分からないですけどそれをしながらもこ,うこれから皆さんにこう楽しく生きていただけるような何かサポートができるように ななればなっていうふうにまあその声,のだ声を出すと健康になるとかっていうのがあるのであのそういうふうにしてちょっと声を出すだけでも少し明るくできるしっていうので何かそういうサポートを考えていこうかなって今ちょっと思ったりしていますまあ、そのためになんかちょっとピンクリボン藤沢っていうのを立ち上げたっていうのもあってでまあこれからあの本当に医療者だけではなくあの患者さんのそういう私みたいに歌を歌っていたり他のそういう例えばスポーツ関係をやっていたりした方もこうお手伝いしながら。 あの患者さんをこうサポートしていけるような何かそういう仕組みができていければ嬉しいなというふうにちょっと私も本当に思ったりしているのでこれは乳がんだけではなくすべてのがんにおいてなんか通じるものがあるんじゃないかなというふうに思っていて今いろいろと模索してますなのであのこれからいろんなところに出没するかもしれませんがその時はぜひ足を運びください。よろししししくお願いいいたたまままますすすすこれからのごご活躍がますます楽しみででありがとうございましたでは山内先生お願いします やはりあのがんの医療がどんどん,どん,どん今変わってきていると思うんですね。 本当に昔は手術しかなかった時は本当に大きく手術,同じ手術を同じ人にその手術をしてとにかく癌を取り除くしかできなかった時代からいろんな形で医療が進んできていますその中であなたらしい選択もちろんちゃんと標準治療をしていただく中でその治療は嫌だこの治療は嫌だということはできないですけれどもでもあなたらしい選択ができるような時代にもなってきてそして将来はもしかしたら こういう体質、こういう遺伝子を持った人はこういうことをしなければ血圧をこのくらいにコントロールすれば食事をこれだけにすれば運動すればあなたはがんに発症しませんよっていう時代が来るかもしれません本当、お一人お一人のご自分らしさというものを大切にしてそして歩んでいっていただきたいと思っています。今日あありりががととううごござざいいまましした。た。 え今日は朝からずっとお送りしてきました。このチェイマチキャンサーフォーラム。四回目を迎えましたが、これでそろそろお開きとさせていただきます。でも本当にあの医療といいますのは、この七年で、私たちこの JOC の T シャツ作って活動した,したのが七年前なんですね。この七年で、ずいぶん変わりました。えー、先週ですかね、神戸のあるシンポジウムでノーベル賞を取られました。本所タスク先生が、二十一世紀はがんを撲滅する。はい 正規にしたそれでうわっすごいなと思って新聞を読みながらでもそれも本当に今日の,あのゲノムの私1時間目担当してたんですけれども決して夢ではないと言いますか例えば個人の遺伝子情報ありますよね、はい、それを読み解くのに2001年ですよ21世紀入ってから2001年で1人のを読み解くのに250億円かかってたのが今は10万円で済むようになったとか、うん、別にお金の問題だけではないんですけどもそれだけのもう。 技術の、ね、進歩なんですね、うん、だからそれを受けての本庄先生のコメントをもう一回先週読んだのを新聞で読んだのを、うん、今日聞いていても本当にがん撲滅もありうるなと思いますし、はい、それに向けては新しいお薬もどんどんそうやって承認されたりしますから、うん、ちょっとでもまあ長く元気に過ごしていただくことによって。 新しい治療方法にトライできるということにもつながりますので私たちはやっぱりメディアとしてこうしてやっぱり皆さんに正しい情報とかいろいろなセミナーとかそういったものをどんどん進めていってがんの患者の皆さん、それから視聴者の皆さんと交流できる輪がもっとどんどんできるようにやっていいいかななけければんですよねまた今後もこの JOC。はい この T シャツを着ながらですね私たちいろんな活動を続けてまいりますのでもう50過ぎてこの可愛い T シャツどうやらいいうかという声もあるかもしれませんがそれとですね今日皆さんぜひ今日来られてお感じになったことぜひともアンケートの方よろししくお願いいたますちょうどボードをお持ちの方もいらっしゃいますけれどもねお書きいただいて私たちスタッフに渡していただけたらいいですよね私たち今後の活動の参考にもさせていただきます。ので の T シャツを着ているものに渡していただければ大丈夫でございますので、はい、ぜひアンケートのご協力よろしくお願いします,しします今日はどうもありがとうございましたありがとうございましたどうぞお気をつけてお帰りくださいませ